続いてダニエル書をずっと学んでいるわけです。ダニエルは紀元前606年から536年、はい、70年間の、はい、バビロンの捕囚、はい、536年メドペルシャの王クロスが王になったその後、さらに彼は、はい、この実書を見ますとクロス王の、はい、第3年にと言っておりますから、さらに73年、預言者として、はい、またバビロンの国の政治家としてのお仕事をしたわけですが、はい、その中心は何であるか、イスラエルの国の将来回復と、はい、将来がどうなるかということを、はい、神様から示され、また世界の国々がどのように展開していくかという世界歴史、全世界のこの歴史、はい、の神様からの、はい、予言、はい、その幻を語るということが彼のお仕事だった。それで個人的に彼は、はい、信仰の希望をいただき、将来に対する希望を持って、はい、またイスラエルの人とも希望のメッセージを語ったというところにこの人のお仕事があった。どうぞ私たちの人生、ね、ただたった一回だけなんですけれども、はい、神様、皆さん方一人一人をそれぞれの、はい、立場で、それぞれの環境で、それぞれの家庭の中で、それぞれの人生の歩みの中で、はい、神様との出会いにこうして導いてくださっているわけです。これはもう奇跡中の奇跡だということを私たちは捉える必要があろうかと思います。ということで私たちはダニエルと同じようにですね、神様から、ね、期待がかかっているわけです。今年の教会の御言葉標語は、はい、主は一人の滅びるをも望みたまわないで、全ての人が悔い改めに進むことを、はい、願っておられるというこの御言葉です。ペテロの第2の手紙3章の9節、神様の御心は、はい、全ての人が、はい、悔い改めに進むこと、一人の人も滅びないで悔い改めに進むこと、はい、そしてイエス様を信ずること、信じて救われて真理を知ることを望んでいるわけです。ですから神様の望みは何であるか。神様の望みは前回、ね、吉田博士君が、はい、メッセージ語っておりました、はい、教会学校で常に喜びなさい、絶えず祈りなさい、全てのことを感謝しなさい、これがキリストイエスにあってあなた方が、はい、あなた方に対して神が望んでいることですよ。神様が今日も私たちに望んでいることは何か。あなたが常に喜ぶこと、今日も喜ぶこと、どんな環境の中にどんな問題を持っていようが、はい、喜ぶことを願う。なぜ、神様はあなたを知ったからです。イエス様の十字架を知ったからです。救いを知ったからです。ですから喜ぶことができるわけです。絶えずまた祈ること、はい、神様と交わって絶えず祈ること、はい、イエス様のように絶えず絶えず父なる神様と祈り交わり、それで父なる神様の実行する、父なる神様の命令のみを実行するというのをヨハネ伝では語っております、はい、イエス様の生涯は、はい、この人間の生涯とそこが違うんです。父なる神の御心のみを彼は、ね、心をね、その心を持ち、その御言葉の命令にのみ従って歩んでいたという、ね、驚くべき、はい、この器ということになります。人間としてのイエス、12歳の少年の時もそうだった。神と交わっていた、常に喜び絶えず祈り、また全てをまた感謝する、これがキリストにあってあなた方神が望んでいることですよ。もう一つ何ですか、神の望み、はい、神は全ての人が救われて真理を知ることを望んでいる、うん、全ての人が救われて真理を知ることを神様は望んでいる、はい、今度は救われた人が、はい、常に喜び絶えず祈り、全てを感謝して信仰の歩みをすることを望んでいる、この2つが
ね、神様が私たち人類に対して人間に対して信仰者に対して望んでいる事柄だということをぜひとも覚えておいてください、はい、今日私たちはこうやって神様に賛美を捧げまた、ね、神の御言葉を学ぼうとしております。また、ね、神様からの予言を、はい、語るということをしておりますけれども、はい、どうぞ、はい、あなたの生涯、このただ一回だけのこの人生、私もあと、ね、17年生きるようにということを願っているわけです、はい、去年一昨年あたりここに来ました名古屋の人民バイブリッシュの滝本明牧師、ね、メッセージ聞いた人がいらっしゃる。滝本明牧師ここへ来て何て言いましたか。今80歳、ね、2、3年前ですよ。ですから今年あたり83ぐらい。その時この滝本牧師が言ったことは、私は110歳まで生きることを願っている。100人様で生きるというのはどういうことかというと、あと17年生きること、私と同じなんです。私は17年生きると90、あの方は17年生きると110歳なんだ。そうじゃない、100歳だ。100歳ですね。それよりも実際も生きようとしてずいぶん欲張りました。ただ長生きっていうことを願ってなっちゃって、あの方もね、イエス様の再臨に預かってその稽古に預かることを願ってんじゃないのかなと今朝も考えておりました、当然そうだろうなと、イエス様の稽古に預かる、再臨に預かる。先ほど明けの牧師今何してる、外国で伝道してるんですよ。インドネシアとかね、インドとかね、ハワイとかね、スケールがでっかいんですよ。私と同じこの愛知県の生まれ、ね、新種の山奥の中の、ね、本当にお役所さんの息子として生まれたあの方がね、開拓伝道、田舎に開拓伝道、東京で救われて田舎に開拓伝道した。そして鉱山で働きながら私の、ね、近所の町豊橋に出て、そこで、ね、あの日雇い労務者になって働きながらイエス様を伝えたっていう人。そういう人はもちろん牧師の中にたくさんいますけれども、はい、典型的な、はい、そのようなイエス様を、ね、死んで洗礼を受けてから、しかも1年ですよ皆さん、滝本牧師洗礼を受けてから1年経ったらね、はい、90歳ぐらいで亡くなったその東京の牧師さん、ね、秋近牧師に言われて、あなたはふるさとに帰って伝道してください、そして彼は、ね、自分より8つか7つ年上の姉妹と結婚をしてね、はい、その方と一緒に開拓伝道した。そして今や、ね、国内はもとより、ね、海外に出ていく、はい、全日本リバイバルミッションという大変な、はい、ビジョンを持ってそれを実行している器なんで、彼は特別に頭のいい人じゃないんですよ。学者でもなければ、東京に出て、田舎から東京に出てね、お役所の子供ですからね、農業学校ですかね、そういうところであの方はね研修受けた。その時救われた。で誰かにね、誰かお友達に、お前の顔牧師になると似合ってる顔じゃないかとこう言われてね、それで教会に来だしたっていう人。うん、おだてられてる、おだてかどうか知りません、お前あなたの顔牧師に似てる、うん、有名な本田浩二氏は盛岡にクルセイドやりに来た時、ね、あの私に協力求めたのに入って、ね、協力しました。ここの教会に一泊泊まりました。この、若造ですね、先生あなた、ね、滝本明牧師に似てますねってことですね、はい、そうなんです。こちら三河の人です。ミカの人っていうのは顔がもうだいたい似てる、鼻の形がなんかほっぺたがポンと出たとか似てる。でそういう本田浩司が見つけて似てるねとこう言った。そうだ、鋭いな本田浩司ね、思いました、はい、大変なそのビジョンを持って、ね、農業学校に行ってたその青年が献身をした。神様の言葉に従ったわけです。そ
それで新城の山に帰っていた。そこはもう偶像に満ちあふれた村でしょ。どうしてやったらいいか遠に暮れちゃったわけだ。ある時お宿屋さんに、ね、泊まってお祈りした、ね、私どうしたらいいんでしょうか。あなた御言葉をあなたちゃんと私を語って御言葉を持って語ってください。だからヘブル書の言葉が来て、私はあなたを捨てない、あなたを見捨てないという言葉が語られたんです。それから彼は、ね、労務者になって、それで鉱山に働いたり、いろんな土方をしたりしながら、はい、開拓伝道を始めた。その中で救われた人たちが、はい、同じように献身をして、はい、それで今日のリバイバルミッションにこうなっておると、こういうことだ。これがあの方の人生。我、土方なれどというこの証し、伝記を彼は書いて、そしてレーガン大統領ですか、ブッシュ大統領の、ね、アメリカの大統領の超党会に招かれて、もっと言わせていただくと、彼は、ね、今の天皇皇后陛下から、ね、牧師の中でただ一人招かれる人、ラスの御用邸に招かれる人。それで皇后陛下の美智子さんが、ね、失望症になった時も私のために祈ってくださいと言って祈りを求められた人。それはなぜかというと、彼の証しを天皇皇后陛下がなんか読まれたらしいんです。で、軽井沢に彼らが来た時に、天皇陛下がご夫妻来た時に、ね、あの来てくれませんか、会いたいんですけれどもって言って、そして竹本牧師は、ね、弟子の田中正夫牧師と2人で会いに、その時の総理大臣 の, 田中あの佐藤栄作氏も、ね、その本を読んで感動して、ね、会いたいと言って来てくれませんかって会いに行った。竹本牧師はまあ偉い人に会っちゃってるわけですね、恐れ多い天皇ご夫妻に会ってる、はい、天皇陛下に何か、ね、鼻毛をどうして抜けるかという機会まで送ったのはしてね、どっかでそんなことを言っておりましたけれど、天皇陛下はこれ便利だなとか言ってねもらったとかいう話聞きましたけど、ね、何言ってんでしょうかね私は今、はい、皆さん皆さんも私も滝本明氏もみんな同じだよ、ねね、知的水準はそんなに変わらないよってことです、ね、それで何か彼は神様の言葉、ね、教会の牧師さんの勧めに忠実に従って伝道田舎の山奥の中からスタートしてやって、ね、山奥じゃ大変だから新州の町の中で出てきてやるようになったんですけども、はい、そういうことをやり始めましたよっていうことなんです。ゆかさん、そういうことなんですよ。滝本明って知らない人はいないわ。全国津々浦々、ね、海外まで、ね、出かけ今、ね、東南アジア、ね、次から次に伝道してらっしゃる。最近手紙が来ました。今度はここでやるんだけれども、なかなか最近は私たちの働きをサポートする人が金額が減ってきて大変な状況に陥って、これではもう行き詰まってしまうんじゃないかと思うので、ぜひ助けてくれ、献金してくれっていうそういう手紙があったんです。結構こっちと同じようだね、こっちも手伝ってほしいなと思う気分はあるんですけれどね。もちろん去年もね、去年だから応援しましたけれども、ささやかなね、はい、やってらっしゃる、継続してらっしゃる、ね、彼は甲子園球場でも、ね、ものすごい伝道会をやるクルセード開い、甲子園野球場、あの5万人の場所、ね、それから次は今度は東京の日本武道館の10日間、ね、それみんな批判する人もいるわけですよ、教会牧師がね、ケチつける人もいるわけですよ、よくそういうケチつけられているなと思って感心しますけれどもね、はい、私たちの人生はたった1回なんです、はい、で私は愛知県に生まれました、はい、吉田博士は盛岡から生まれました、ね、父さん母さんの東北の人こういう環境で生まれて、ね、そして、ね、南高校から、ね、東北学院を出てすごい教育を受けて生まれて、ね、はい、神様のご用してる竹本明さんといい勝負なわけです。
ね、兄弟先が弁当配ってる、立物のあるさん土下座やってるって、うん、はい、ほとんどいい並び一斉に並んでるわけで、広島ね、そういえば立つとこになって僕だってそうですよ、そうなの、確かに立つとこね、はい、ポスティングの星、私もかもう45年もポスティングやり続けてきておりますけれどもね、立つとこ私のはるかに先輩だってことを覚えておいてポスティングの仕事、そう、はい、そうなの。そしてさらに本格的に教会の牧師になり、そして、はい、彼は一歩一歩進んでいったということで、弟子を、はい、養成して今や進学校まで、岩手あの、愛知県のこの山奥、新州の山奥の田舎青年がそうなった。何が、ね、違うか、ただ彼は忠実に神様の言葉、はい、教会の命令に従ったという、私も盛岡に行きなさいと言われたので来ました、ね、忠実にこの45年間やってきました、はい、そして、ね、私の牧師が願っていること、神様が願っていることと、私の牧師が私に期待しただろうということを実現しようと思っている、うん、私もね、霊的なところもありますけども、人間的なところも結構あるわけですね。自分の牧師が願っていることをこう地上で成し遂げたいとこう思っているわけです、うん、それで世界選挙、国内選挙も、はい、これも、はい、表明してきましたので、それも、はい、告白しましたら、ね、今やフィリピンにオーストラリアに、ね、世界の国々に、はい、英語礼拝の関係者が全世界に散らばるようになりました、はい、散らばってるんです、そうなの。スネルボイの白馬の集会でも、ね、秋元牧師に言われました、ね、私たちニュージーランドにオーストラリアに行きました、どこに行きました、そこでお世話になったのは中野牧師の教会から来ている宣教師の、ね、お仕事に、ね、そのお世話になったんだということを言って、私の顔を開く立ててくれたんです。私の顔を立てたというよりも、彼が言いたかったのはなぜそうなったか、神様の言葉に、はい、あの教会が、中野さんの教会が、ね、そのことを握っていたからこうなったんですよということを言ってくれました、はい、そうなんです、そうなんです。ニュージーランドにオーストラリア、はい、アフリカにたくさんの人たちが使わされて牧師になったり伝道師になったり奥さんになったりしてご用働いております、アメリカにおいて、はい、それって何ですか、全人類のこの救いのため、永遠の命のために、はい、この教会が、はい、また皆さん方一人一人の信仰が用いられますように。だからよしこ牧師の私が言われました、父さん一人でやってんじゃないんですよ。はい、ね、私は何々姉妹たちやってるのはしっかり、ね、理解しておいてくださいよ。それはそう、もちろんそうなんです。うん、この教会が、はい、ね、海外に門戸を開くような働きをしてきたということ、あなたの祈りとあなたの信仰がそこに働いているんだということを覚える必要があります。そうなんです、神様は一人と用いると同時に教会を基本的には用いるわけです。教会を通して神の技を起こるわけです、はい、ですから神様のためにやろうというならば、はい、教会のためにあなたが、はい、時間を持ち、能力を持ち、捧げていくということがその働きになっていくわけです。これが本当の献身です。自らを捧げることです。ダニエルは何のためにやったでしょう、はい、イスラエルの国の回復のため、悔い改めを捧げ、神様から回復の計画を、はい、神様祈り求めたわけです。それに対して、はい、答えを与えてくださったのがこのダニエル書の、はい、8章、はい、あるいはダニエル書の2章のこの幻です。お羊の幻、おやぎの幻というのがこの8章に出てきたわけです。お羊は誰か、メドペルシャの、はい、メドペルシャの国、クロスオーバー。おやぎは何か、はい、その後に出てくるギリシャ、アレキサンダー大王のあの国、はい、そして前回から何が起こっていますか、9章、はい、その祈り、回復の祈り、ダニエルの祈りに神様は答えてくださったわけです、はい、そして、はい、クロスによって
70年経った時、 BC536年回復されて、ふるさとへ彼らは4万人が帰ってて、神殿を作ろうとしたんです。土台を基礎を置いたんです。ところが基礎を置いて妨げが入ったもんですから、挫折をしてしまったんです。挫折をした時に、はい、このダニエルの実証、彼は3週間の断食、ごちそうも食べず、肉もぶどう酒も口にせず、身に油も塗らないで満3週間3721の断食って日本人もよく言いますけども、でそれを行った、はい、どうぞ、問題課題の中に皆さんがあるならば、はい、断食の祈り、はい、献身の祈り、はい、これをなすことによって、はい、暗闇の門戸が開かれる、はい、この断食の祈りに何が起こったかということを先週語りました。金の、はい、帯を締め、聖堂の足をした、はい、天中地を作る前のイエス様が現れた。群衆の大水のような声のイエス様がダニエルさんに現れた。そしてダニエルを恐れるな、強くあれと励まし、イエス様ともう一人、人の子のような姿をとる人間という天使ですか、その人も一緒にいたわけです。そして何ですか、この国、はい、何が起こっているか、はい、ペルシャの君が、はい、あなたの祈りはすでに、ね、最初から聞かれているんだけど、ペルシャの君が妨げているんだよ、ね、ペルシャの国を支配しているのは誰、悪霊です、サタンです。日本の国を支配しているのは誰、悪霊です。日本を支配するサタンです。それを私たちはしっかり知らなきゃなりません。誰々総理大臣のだけでも大臣でもない、サタンの大臣たちは救えなきゃならないだけで、働いているのは、それをさせているのはサタンです。サタンが神様の日本のリバイバルを妨げている、日本の世界宣教の働きを妨げている、聖戦の教会が働くのを妨げてる、あなたが信仰に立って立とうとしてるのを妨げてる、はい、私はいいなんとは思えない。それを教えてくださったと、こういうことだ。そして心配するな、はい、恐れるなダニエル、あなたの祈りはもう聞かれているよと言って、イスラエルの国は回復するんだと、うん、どんなにサタンが、ね、その働きを持って妨げたとしても、ね、神殿は回復するし、イスラエルの国も回復します、うん、そしてその将来において反キリストという人間が現れてくる。どこから、ね、はい、メドペルシャの次に、ね、ギリシャ、アレキサンダー、ね、アレキサンダーのギリシャの国、アレキサンダーは30歳で亡くなります、ね、そしてその後に、はい、彼の息子が登場するんですけど、彼は殺されちゃって、そして4人の将軍が、はい、起こって4つの国に分裂するわけです。ギリシャ、ね、エジプトとシリアと、ね、そしてギリシャ、マケドニアと、ね、小アジア、今のトルコです。この4つに分裂するわけです。それで今日の物語、北の王と南の王っていうのは何かというと、北の王っていうのはシリアのことを言う、シリアの王様、はい、そのシリアの王様の、はい、子孫の中から、これはシリアの王様の、ね、家系はアンティオカスという、ギリシャ人アンティオカス、その4代ですか、5代目にエピファネスという反キリストの雛形の人物が現れている。皆さんがよくご存知の、ね、世界一の美女のクレオパトラという人も、このアンティオカス家から登場している娘さん、アンティオカス家の姫君、それが南エジプトの王様と政略を結婚をしましたというのが、あのクレオパトラの物語、聖書と重要な関わりがあるわけ、エピファネスの、はい、先祖にあたるわけ。
ギリシャの国は330年から、はいね、紀元前146年ですから、ね、エピファネスが現れる、はい、そこまで、ね、そこまでのことが、はい、このダニエルに390年間メドペルシャから、ね、536年から、はい、160何年まで390年間の、はい、事柄がずっとこのダニエル書に今、ね、記されて、南の方が北の方がどうそうこうそうこうしてこうしてこうしてってこう聖書の中で一番めんどくさい物語がここなんですね。そうなん、北と南の王様のやり外交の戦いなの。なぜそんなものがこの聖書の中に出てくるか、それは彼らの外交の、はい、北と南の戦いの中にイスラエルの国とそれでイスラエルの神殿がそこにあるから、ユダヤ人に関わって千人に関わっている。それでこのアンティオカスは、ね、イスラエルを迫害し多くの者を殺し神殿を、ね、怪我したりするから滅ぼしたりするから、だからそこにこれが出てきる。だけどそのアンティオカスは最後の最後にエピファネスは、はい、人手によらずに滅びていきますよっていうのが今日のお話です。時間が来ちゃいました、失礼します。それではご起立ください。パパの後ろに紙ついてる。自分の手に。貸しの200貸しもうにお前から。回復の上にあなたの皆をあがめます。どうぞ我らのこの教会を用い、我ら一人一人を用いください。聖霊がどうぞ一人一人の魂に肉体に触れ、御父親の栄光を豊かに表してください。信仰の霊へ砂によって縛る、疑いの霊へ砂によって縛る。どうぞ我らの罪を許し、どうぞこの祈りに答えを与え、癒しの御業を、解放の御業をなしてくださいますよう、お願いいたします。魂をイエス何よってお前に命令する。完全に健やかに、なれつけやめに、なれつけやめに、なれつけやめに、なれ。聖霊様がどうぞご視聴しようか、そうつかな癒しを、解放を与えてください。導いてください。お願いします。お一人一人の内臓に触れ、またどんどんの働き、筋肉に、血管に、あなたのどうぞ宮がなされますよ。助けて導いてください。イエスキリストの歌いた傷によって、あなたは癒された。聖霊様がどうぞお一人一人に癒しの宮をなしてください。どうぞ主がどうぞ統合教師を癒し、またどうぞ塩を癒し、糖尿を癒し、またどうぞ癒しの御業がなされますように。今お一人人にあなたが触れてください。あなたの御父の栄光を豊かに表してくださいますようお願いをいたします。どうぞ血管に触れ、またどうぞ神様この脳の働きに触れ、神経に触れてく